ツリーキャンプでございます。お、来た来てる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 。いや、マジで美味しい。来た来た来た。はい、どうも、グッピーです。ナベです。ダイです。ナイス。2番地 TV 始めました。よろしくお願いします。よっしゃー。はい、というわけで本日はですね、やってまいりました、1年ぶりのツリーキャンプでございます。よいしょ。今日はですね、以前行った久慈川河口の釣りキャンとはまた違って、うん、大洗のサンビーチキャンプ場で釣りキャンを行いたいと思います。ちゃんとしたキャンプ場を撮りました、はい、でここはね、あのもう海がもう砂浜がねすごい近いんですよ。キャンプ場に着いたらそっから徒歩でもサーフに行けちゃうっていう。あ、タックル準備してもう持って歩いていきましょうってことか。シーサイドキャンプ場なんで、だからここでキャンプをしつつまた釣りもできるというわけなんで、うん、こっちも楽しみつつこっちも楽しみつつ山、今回も釣りキャン楽しんでいきたいと思いますので、皆さんエンジョイしましょう。よろしくお願いします、で私たちがね今回一泊するエリア、こちらね、この AC 電源エリアってとこの、この A3 番、でこっちがもう海だから本当に海のすぐ隣のエリアになります。はい、まあとりあえず行ってみましょうか。だね。はい、はい、というわけで、はい、無事キャンプ場に着きました。はい、はい、結構広いんだよね。多分10m×10m ぐらいかな。キャンプしてるって感じしますよこれいやまだでしょ、今荷下ろししてるから。とりあえずまあ設営してもらって、はい、テントとか、はい、それが大変ですからね。動け今撮影してんねん。はい、はい、頑張って頑張ってはい、というわけで設営完了でございます。やった。はい、こちらでございます。テントとバーベキューとかテーブル椅子とかね、小学校の頃運動会で使ったやつや。買ってきたんだよ。で今日のメインはまあ釣りキャンを楽しむっていうのが一応メインなんですけども、はい、もう一個ねちょっと目標がもう一つありまして、はい、これ鍋とカレール、はい、今日は釣った魚でシーフードカレーをね作りましょうということで、それがちょっともう一つのテーマになります。俺普通のカレーでいいかな。いやいやいや、俺も普通のカレーで。待て待て待て動画やぞこれは、 YouTube やぞ。なんでとりあえず今から釣りに行って釣った魚をこれにぶち込むと。はい、はい、で今からですねとりあえずまあ長江の方行くんですけれども、あの奥に見えますね、あのサーフ、こっちにサーフがあるんですけれども、そこに鍋くんとメガネペアで行ってもらいまして、俺とターヒくんで車で10分もかからないところに磯場ね、リュウちゃんと行った、はいはいはい、冬がありまして行ってきたいと思います。だから二手に分かれて今回も、前回と同じペアや。そうそうそう、だからサーフ組と磯場組に分かれて食材調達ですね。まあどっちが釣れるかやるかどっちも釣れないか、どう考えてもサーフ不利だけど不利だじゃあ早速現地向かいましょうか。二手に分かれて、はい、レッツ長江。じゃあタヒ君行きましょうか。い磯場じゃ。いやまとめの宝釣りてえな。そうだ。はい、というわけでターヒ君、はい、大洗海岸の磯場に着きました。はい、こちらでお魚ちゃんたちを狙っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、私たちは餌釣り投げ釣りメインでやっていきますんで、はい、頑張って釣りましょう。よっしゃ。はい、はい、じゃあ早速準備ができましたので投げていきましょう。ターヒ君青磯目だね餌は。よいしょーい。磯場だからちょっと根掛かりすると思うけど、早速ね。早速来た。早速来たね。まあちょこちょこ投げて回収して繰り返してれば何かしらヒットすると思うんで、はい、はい、頑張ってください。はい、よし、じゃあ俺も投げていきます。まず1本目。よいしょ。いや、やっぱりきついな。ちょっと以前リュウちゃんと来たとことはねまた違ったポイントだからね、奥はダメそうだな。とりあえずもう1個のちょい投げ投げて、手前でもダメそうだったらポイントをちょっと変えようと思います。手前はいけそうなんだけどな。前回の釣りキャンの時はね、サビキメインだったからちょこちょこ釣れたけど、今回は投げ釣り、しかもサーフだからな、超過が出る確率としてはこっちの方が難易度が高いんだよね。なんとか超過出てくれればいいけど。タヒ君来たの？だよ、なんかよくわかんないって。なんかね、ちょっと引いたんだよ。あ、引いたんだ。すげえ。シマアジか？下道ではないね。多分なんかのいいやつの幼魚っぽいやつ。
これキープする？そうだな。まあいいんじゃない？一応通過し。ね、まあ身も少しはあるでしょ。はい、おめでとうございます。やったー。やっぱ寝がかるな。手前でも結構寝がかっちゃうね。早めにポイント変えた方がいいかもしれないな。来た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 。おいるるる。おお、やった。あ、成功成功。マジやったー。おっしゃ、やりました。これちっちゃいけど、おっしゃ、成功。釣れた釣れた。やったやった。オッケーオッケー。すごい。これはね、少し身あるでしょ。いや、あるでしょ。さすがに。やったよ、グーグー。いやー、釣れるやんけ。釣れるやんけ、磯場。やったぜー。やった、食材ゲット。やったー。やったやった。じゃあ、タヒ君。ちょっと、ここ、根掛かりもするし、投げれるポイントも狭いから、もうちょっと広いフィールド、行こうか。行こうか。まあ、でもね、釣れましたから。うん、とりあえずね。やって無駄ではなかった。オッケー、うん、じゃあ少しずれて、はい、奥行きましょう。はい、はい、じゃあタヒ君、先ほど釣りしたエリアからずっと歩いてきて、だいぶだ。こちらですね。ここは大きい岩とかもないし、投げれるエリアが結構広めなんで、ここでタイムアップまで粘りましょう。頑張りましょう。うん。いや、来ねえな。大きい岩がない分あれだね、こっちの方が波が結構高くて荒いから、かつでけえ岩がないからあれだね、お魚が住み着いてないのかな。はい、というわけで、まあ釣れずに地団駄踏んでてもしょうがないんでね、ルアーに変えましょう。1本ジャクソンさんのフリークセット、磯といえばシーバスでしょ。よいしょ。サイズは別に小さくてもいいから、とりあえず1本。いやー、マジか、やっつったなこれ。ダメだー。はい、タヒ君、というわけで終了でございます。いやー、今回はやっぱ難易度高いね。いやー、でもね、俺らが釣れねえのは不甲斐ないな。そうだね、こっちは何かしらもうちょっと釣れると思ったよね。あっち大丈夫かな。全然一匹も釣れてないだろうな、多分。やばいね。うん、まあ、とりあえずじゃあ帰りますか。帰りますか。はい。俺さ、来ました。サーフの何が嫌いってさ、この歩く行為が一番嫌いなのよ、サーフの。歩ってきました。歩ってきました。じゃあやっていこう。やりましょう。はい。今日はとりあえず昭和キャッスルドにメタルエフェクト、これでルアーやりつつトリプルドで投げ釣りでね。で、餌が今日はちょっとこのカタクチイワシ使ってやってみようかな。ヒラメとか釣れてくれたら嬉しいな。てか釣れろ、ふざけやがって。なんで俺がサーフで釣りなんかしなきゃなんねんだ。はい、ナベです。やっていきます。最初はもちろんロングキャッス。サーフね、久々だわ。いや、波高いか思ったよりこっち。まあまあ、そんなことは言ってられん。魚を一匹釣らなくては。何でもいいから、フグじゃなければ。ゴミがある、すごいね。この前の大雨であれかな、ゴミ流れついてんのかな。ただここしかポイントはない。ここのポイントを乱眼していく。この気持ちよく飛ばした先でヒラメかマゴチがコンと食ってきてくれれば最高なんだよな。イワシちゃんを海にぶち込んで行ってこーい。クソ大事な竿立て忘れちまったよ。何しとんねん。ちょっと怖いからあんまり近づかないようにしよう。お願いします。頼む頼む、釣れてくれ釣れてくれ。釣れたら帰るから。自分一回もサーフでヒットなんかしたことないからさ、サーフで魚がかかるっていうあれが想像もできないわ。いるんかほんまに。なんか今ポチンって来た気がした。波かな。おー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 、なんだなんだ、メガネ。うわー、マジかよー、フグだったー。フグー、今こっちにて当たりはフグか。いや、ようやく初めて当たったよ、ちゃんと。なんでフグなんだよこんな広大なところでよ。もう激ないだよ。もうサーフ嫌いだ、勘弁してくれ。こんなの釣り券じゃないよ、拷問だよ。なんでひどい仕打ちをするんだ。なんかどちゃくそに重いんだけど、これゴミっぽいな。あー、ゴミっぽそう。なんだ今日のサーフは、筋トレかこれは。お、来た来てる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 。え、ゴミこれ。ポンって思いっきり当たったんだけど。ゴミっせー、これ。あー、ゴミじゃなかった、釣れた。赤い、えい、釣れたよ。釣れるだけすげーわ。ヒラメだと思ったわ、コーンって当たったから。でもさ、こいつ毒針あんだよね。危ねえな。リリースします。いや、まさかのエイだよ、エイ。いや、びっくりした。ほい、いや、釣れた釣れた、よかった。ありがとう、バイバイエイちゃん。ナベくん、はいよ、終わりです。はい、帰ろう。いや、よく釣ってくれたわ、最後にエイを。よくあげてくれた、素晴らしいわ。ラストスパートで今から帰ってバーベキューをします。腹減った、やった、終わり。戻りましょう。タヒ君、はい、帰ってきましたよ。帰ってきましたね。はい、お、
なんか増えてる。お疲れ様です。あ、京翔さん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、いらしていただいて。お疲れ様です。今からちょうど釣れた釣果の発表なんで、はい、飯だけ食いに来たのか怒られてるはい、というわけで釣果の方はどうなったんでしょうか。見ていきましょう。やったー、気になる。お、重そうなんか。なにこれ、めっちゃかわいい。タオヒーがつった。すげえじゃん、タオヒー。じゃじゃん。おお生後つきました。おー、すごいじゃん。2匹かい。まあ、最低ラインやな。我々の釣果は。おいよ、待って。いや、重そうだな、クーラーボックス。見てみろよ、こんな顔よ。一丁前になんか日焼け止めクリームなんか使っちゃって。俺だ、食べられるものは釣れなかったよ。釣果はあった、ゼロ。あ、あったあった、俺がフグとエイ、毒魚でも良ければ持ち帰って。というわけで、今日は生後を、あとちっちゃいシマアジを使ってシーフードカレーを作るぞ。イエー。はい、じゃあバーベキュー開始します。わあ、炭つけるぞ。あ、燃えた燃えた。じゃあ僕カレー作りましょうシーフードミックス買ってきました。ガーリックバターを使いまして。すごいね。えい、カレーの作り方なんか別にな、なんでもええねんそう、なんか濃くて美味しければええねん。そうね。よいしょ、すごいシーフードだ。シーフードだね。燃えてるか。ジャリジャリになるね。なんで入れんねん、もうお前お前まさか実家暮らしか。お前、そうだよ、カレー作ったことないな、お前。ねえ、俺はこの段階でルーレル人見たことないもん。やっぱ男といえばこの出来合いの。やった、野菜ちゃんと炒めてからね。あら、ずっとこうやって立ってみんな準備する。今クピオがさばいてんだから。これちっちゃいな。これはちょっとやりにくそうだな。身があるかな。火強い。2号は300。タヒ、おいちゃい、いけいけ、タヒいいじゃん、素晴らしい。こっちさ、どう見てもちっちゃい方の方がさ、火が当たってんだけど。これキリンも出来上がりました。意外食べるとこあんじゃん。一応生後とこれ、タワヒ君が釣ったシマアジっぽいやつ。これだけか。肉の切れ端じゃん。これをちょっと臭みがやっぱあるから、さっきのガーリックバターを塗って、はい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 、炙ってから。ああ、なるほどね。少しね。よいしょ。おお。ああ、いけると。あ、もういいだろ。もういいだろ、これ。もうどっちも、どっち。あ、これ身が、身が。ああ。あとこっち生後ね。おい、これこのまま食っても絶対美味しいよ。はい、はい、オッケーでございます。オッケー。はい、というわけでカレーとご飯が完成しました。やったー。まずご飯からいきましょうかね。いいですか。はい、いいっすよ。せーの、これはグンって逆だよ、これ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ。そしてこちら、見てください。完璧カレーです。いやー、来たー。はい、これ、このいい感じでしょ、もう。もう焼けちゃうもん、これ。すげえ。こっちいい感じじゃん。これすごいぞ。4分の1。これなんか汚いな。すごいっす。準備が整いましたんで、いただかせていただきます。いただきます。口から食うの。みんなカレー持ってんのに。そうよ、文句なし、本当に文句なし。あ、ご飯もいい感じじゃん。いい感じ。あ、よいしょ、うん、どうすか。うん、ね、シーフードの味するわさっき言ってたね、それ。おい、なにこれ、すごい、わ、バチバチってる。ウインナーだ、ウインナーだ。やばすぎる。みんなゆっくり食べて。盛ります、盛ります。おかわりしてんだ。いや、マジで美味しい。これ多めでいい。本当にないわ。あ、はい、食ってよ、これ。やった、マジで美味しかった。というわけで、ごちそうさまでした。マジで完食しました。本当美味しかったです。わかった。はい、というわけで、ね、はい。わかった。早くしろよ、もう急いでたから。そうなんですよ、あのね、行くぞ行くぞ行くぞ。今、もう8時までに、ちょっとあのスーパー銭湯近くにありまして、そこに入りたいんで、そのまま徒歩でダッシュ、はい、行きます。もう行きます。はい、ゴーゴーゴー。本当は8時まで、あと10分もないよ。徒歩で間に合うかな。はい、じゃあ潮騒湯の湯がですね、こちらね、到着しましたので、徒歩5分ぐらいで着きました。じゃあ行きますか。はい、もう時間ないからね。え、最終入館8時じゃなくて8時半。そう、余裕やん、余裕やん。はい、じゃあ皆さん1日目お疲れ様でした。じゃあ皆さんおやすみなさい。あとはご自由にお静かにね。じゃあまた明日。タイくん、おはようございます。起きましたか。なんでそんなテンション低いの。早くて眠れませんでした。まあ、サーフまであと30分しかね、もう時間もないということで、朝ごはん食べて。フランスパンです。
朝はパン派なんです。朝はパン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 。釣るぞ。今私たちはガーリックバターをつけたフランスパンを焼いてます。どん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 。うめえ。バター第二陣バター豚へ頼む。はいはい。というわけで朝ごはん食べまして、英気を養いました。残るはサーフでルアー大物をかけるだけです。昨日の釣果が悪いんで、ここで一気に大物を釣ってつけたいと思います。釣りキャン最後の最終日、頑張るぞ。よし、じゃあ朝まずめいきます。うわー気持ちいい。はい、じゃあ最初はこちらでございます。ジャクソンさんの飛びすぎダニエルシルバー。なんか昨日青物がね結構回ってきてるらしいって話を聞いて、やっぱ青物といえばシルバー、初手はこれで攻めます。よいで、ここのポイントはね結構マゴチも釣れるって聞いたんで、それもちょこちょこ狙いつつ、いや結構まだゴミが残ってんだね。ちょっとゴミが多いとこは勝負にならなそうだから、乱眼しながらゴミの薄いポイント探っていきます。はい、いい鍋2日目です。じゃあやっていきます。まだね軽く投げて、あ1投目でゴミか、やだな。あゴミか、なんだ、うわーマジかー。おい鍋くんグーちゃんかよ。いやー早かった。そう、もう1投目ぐらいじゃないの。2投目か、うん、あま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 あ、とりあえずはいいか。もう次はいらないからね。はいよ。タイさん、はい、2日目のサーフ、はい、始まりましたけど、はい、何狙ってくるんですか今日は。何でもいいですお前さっきひらめって自分で言ってたじゃん。だってとりあえず何かしら釣りたいと思います。まあそうね。よいしょ。タイさん、そろそろルアーで1匹。そうですね、今年中にあげないと。そうです、頑張ってね。おい、えお、なんかでも何釣ったな。はい、それで呼ぶな。いやいやいや、いいんだよ、呼んでねえだろ別にただ歩いてきただけだろジャーキングでちょんちょん跳ね上げてたら引っかかった。すぐかい、はい、かかったっていうのは分かったから、うん、他のがかかってもバッチリ仕留められます。ちゃんと本命がかかってもね。じゃあな、じゃあフグ以外を次は釣ってください。任せろ、楽しみにしてます。これが序章じゃ、頑張れ。おい、なんじゃ、見ろよあれ、マナー悪すぎだろどう考えてもサーファーがな、どう考えてもマナー悪いだろ。俺らがここで釣りやってんのに、やってるだろ向こうからのこのことを。ってあれはちょっと良くないけどね。おい、どうなってんだサーファー。とりあえずいい形で釣りキャン締められるといいな。今回はご飯も一応美味しかったし、なんかゆっくりのんびり釣りキャンやれた気がするけど、やっぱり釣果の方が全然ね今回はよろしくないんで、最後のこの朝まずめサーフで一発決めて気持ちよく終わりたいです。とりあえず今ダニエルを使って、いつもはただ巻きでやってたんですけど、今回からワンピッチジャークちょんちょんって上に跳ね上げながら誘うといいらしいという生駒さんがね動画でおっしゃってたんで。来た来た来た、ダニエルで来ました。よーし、ジャーキングしてた、来たよ。マジか、生駒さんありがとうございます。おお、焦らず焦らず、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり。よーっしゃよーっしゃ、いいね、やったー。おい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 、なんだそれ。おーい、ほら俺が、おーい、マジでございます。すげえ、やったー。いや、バッチリ来ました。やったよ、バッチリ言ってるね。お、マジでマジでイエーイ、すげえ、おめでとうございます。やったよっしゃー、釣れたぞー。おい、タイ、見ろや、マゴチだよ、言ってたマゴチだよ。お前が釣んだよこれよ、釣んで、そうだよ。だからタヒ君、向こうだって、あっちあっち、ランガンしてください、ランガンいや、そうなんか渋々言ってるわはい、じゃあサイズ測ってみましょうか。38.5、 いいサイズよ、いいサイズ。いや、よかったよかった。よし、いい感じだ。やっぱり持ってるね俺はね、このチャンネルの編集者だけあって、この動画をねより良くしたいっていう思いが人一倍強いですから、そのためにはやっぱ釣果を出して皆さんを喜ばせること、これが大事でございます。役目は果たしたぞ。とりあえず、何これ、何クラゲ、何このバカデカクラゲ。うわー怖い、あーなんだ。うわ、魚の当たりじゃないか。うわー、マジかよ、またかよ。あー、もうクソ
なんだ来たか、なんかこれ嫌な引きだな。えいっぽいな。おお全然違う。お鍋くん下ビラメ、下ビラメちゃんと坊主回避で、坊主回避もう坊主回避はしてっから俺フグ釣ってっから。まあそ、そうか。他の二人は、二人ダメだね。おめでとうございます。もう一匹やっちゃおう。んかかったかな、ゴミか、ずんと重いだけだな。手応えはなし。とりあえず上げてみましょうか。あーいるいるいる。あー下ビラメだ。2枚目やべえ今日。いやまあ下ビラメとはいえどかかってるね今日。あーいや嘘だろ、なんだあいつ下ビラメちゃんね。いやなんか今日エンジンかかってる、ゾウ入ってんだよ。なんかもうなんかこう入ったなんか入ったなんかあるね感覚が、うん、そうそう感覚がいけるね。どんどんいくよ、お願いします。吉田さん、はい、もう時間が時間なんで。そうですね、僕は釣れたんで、あの釣れなくて一生懸命頑張ってあの鍋くんを今から迎えに行こうと思います。鍋くん終わりだよ、飲み物もなくなっちゃった。フグの当たりしかない。ダメダメ、帰ろっか。帰ろ、頑張ったな。疲れた、お疲れ様でした。鍋くんも下ビラメ釣ったから。あ、マジで。ガチで。ええやん、超過があっただけな。俺ら頑張った方だから。サーフどうやったら得意になれんだよ。ただいま黙々と撤収作業を進めております。白組頑張ってください。どうたたみません今回の釣りキャン終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第3回目の釣りキャンということもあってですね、比較的キャンプはスムーズに開始もそして終了も終わることができまして、そして今回ねご飯も美味しかったし、で一番大事な釣果、前日はまあボロボロでしたけど、最後はやっとこさマゴチを釣り上げていい締めになったでしょう、うん、とりあえずね坊主がないだけ、イバンチもね4年目になりまして成長してきたということで何笑てんねん。いやお前らの目線がこっち行くからさあそう俺だけやんけ坊主俺だけやんけ4年目ですからね、なかなか求められるハードルもね上がってきてますから、それに負けないぐらい4年目頑張ってください。はい、というわけで釣りキャン終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。